おはようございます、この虎のシリーズの速稼塾の皆さん、こんにちは、速稼塾の久保です。今までですね、60通ほどのメールを皆さんにお届けしました。見ていただく方もね、非常にね大変だったと思うんですけども、60通メールを書くのに1通10分かけても600分です。10時間です。しかも全てに動画を載せてます。10分ぐらいの動画プラスと1200分です。すごいですね。12時間この発信に使っています。プラス皆さんからいただいた課題ですよね。自分で出しといて言うのもあれですけども、課題を評価するのに1人1分かけても、それね、30人とか来たら300分ですからね。1日中それやってるような感じです。1日中それをやって動画を撮って、私はねこの 2,3 週間ですね、もう頭の中が虎漬けですおかげさんで情報処理能力がかなり高まったんじゃないかなと思いますし、この動画を受け取ってる皆さんとね、やっぱ関係も深くなったんじゃないかなと思うんですよ。本当にですね、ここまでついてきていただいてありがとうございます。最初の頃はですね、かなり過激な表現でふるいにかけさせていただいたんですけども、やっぱりですね、そのぐらいお金を稼ぐってことを生半可に考えてもらうと困るということなんですよ。取り物はさず、私がですね、命がけで暮らしてるフィールドなんで、本当にですね、生半可な気持ちで来る人はやっぱり、ね、すごく大変な思いをしてもう死んでしまうと思うんですよ。ここはね、言ってみれば一つ戦場ですから、戦場で、私が、軍師というか、司令官だと思ってください。で、私がこっちへ行くぞって言った時に、別の方向に行ったら地雷があって戦死するんですよ。で、こっちに行くぞってついてきた人でも歩みが遅いと置いてきぼりになってですね、そこで死んでしまうんですよ。だからもう入ってくるのが無理な方には、もう戦場に入らずにですね、安全地帯でやっぱ、誰かの収入の一部をもらうようなね、形でもいいかと思うんですよ。誰しもが起業できるわけでもないですし、そのいわゆるネットビジネスでうまくいくわけでもないです。じゃあその秘訣は何かというと、どのぐらい自分の時間を投入できるか、お金を投入できるか、両方ないんだったら能力を高めれるかなんですよ。この3つをしない限りは死ぬしかないんですよね。のたれ死にます。もうですからね、前半の方は結構ね、厳しくしていたださせていただいたのは、傷を負うような人を私のフィールドに巻き込むわけにはいかないと思ったからですよね。でもですね、スキルとか能力とか違ういろんな要素がありましたけども、ここまで来ていただきまして、多分ここまで来た方っていうのは非常にですね、情報感度が上がっていって、そこら辺の三流アフィリエーターよりも売上が出てないにしてもですね、売上が出てない方も込みで、ここのですね、稼ぐ考え方がしっかり身についたと思うんですよ。今では世の中が変わって見えると思うんですよ。もう数週間前まで普通に喋ってた人に対して感じ方が全く変わったと思うんですよ。いや、変わってなければおかしいんですよ。変わっていてほしいんですよ。例えばですね、迷惑メール一つの概念にしても、もう変わってませんか。自分の興味、それから関心の範疇が少ないから、それ以外のものが迷惑って感じてますけども、全てのものから価値が取り出せるような、そういう見識がついてくると、受信力が身についてくると、どんな迷惑メールも有効に使えるんですよ。いわゆるこれがですね、無駄を無駄にしない能力なんですよ。無駄を無駄としか見れない人っていうのは無駄な人生を送ります。でも無駄なものを無駄じゃないように変換していける能力がある方は、全てのものからお金も時間も能力も取り出せるわけなんですよね。さあ、それではですね、最終週は販売力です。販売力です。実は販売力もう皆さん身についてるんですよ。実は身についてるはずなんですよ。というのが、ここまで来たということは、私の販売力にずっとついてきてるんですよ。私が厳しくするのも、課題を出すのも、評価するのも、いろんなね、動画を作って皆さんの関心をずっと維持させるために、ずっとセールスをしてるわけなんですよ。物を売ってないですよ。物は売ってないんですけども、その見たいという感情をずっと起こさせてるわけなんですよ。次も見たいという感情ね、返信をしなくちゃというね、そういう感情をずっと起こさせてるんですよ。ですから私が使った言葉、使ったアイテム、使ったブログ、使ったメルマガ、使ったキーワード、全てがもうあなたのものです。全てこの60通ほどのメールと動画を全てですね、振り返った時に、あなたには最高のマーケティングがもう手に入ってます。あとはあなたがそれを見つけ出して使えるかなんですよ。それだけです。
ですんでですね、中には私のマレーの虎をレビューの、例えばですね、動画を撮ったりとかですね、レビューのメールマガジンを発行したり、レビューのブログを作ったりしてる人、この人は間違いなくそのブログに集客が起きてるはずなんですよ。集客が起きたり、これどういうことなのって聞かれたりとかですね、君ちょっと変わったよねって、変なこと言い出したよね、怪しいよねっていう風な集客を、バイラルを起こしてるはずなんですよ。でも自分のところだけで情報を止めてる人、アウトプットしない人はほとんど状況が変わってないんですよ。状況が変わってなくて、また遅れてるとかね、また自分だけなんかよくわかんない状況になってるっていう風にポカーンと眺めてるだけになってきてしまいます。それはあなたの中に無駄な情報が入ったということはないんですよ。あなたがそのインプットした情報を全くアウトプットできてないってことなんですよ。ですから最後の週はどんどんアウトプットをしてください。どんどんあなたの主要メディアにアウトプットをして、そこに商品を乗っけていってください。もうそれだけです。あとはですね、あなたのメディアと商品と販売力がきちんと一直線に並んでるかっていう話ですよね。あなたのメディアが、まあ、例えばメルマガでした。メルマガで動画を表現しようと思っても難しいんで、もうちょっと無理なんですよ。でメルマガの中で、まあ、例えばですね、来店型のアフィリエイトを進めても難しいんですよ。じゃあですね、メルマガではなくて、例えばブログでですね、ブログで画像を貼りました、動画を挿入しました、これだったらイメージ湧きやすいじゃないですか。だからそこに載せる商品も変わってきますよね。ダイエットのエステはブログで紹介するべきなんですよ。で金融カードは別にメルマガでもいいんですよ。もっともっといろんな例がありますけどもね、一直線に並んでるかどうかですよ。商品があって、商品を置くのに適したメディアを使ってるかどうか、そしてそのメディアに適したセールス販売力を駆使しているかってことなんですよ。これがこの3点がアンバランスだと、物は結局売れないんですよ。売れません。わかります？セミナー会場に行ったらその場でもう契約をさせるじゃないですか。でもそうじゃなくて、セミナーに来る前に契約書を見せてしまうと、セミナーに来る人も減るし、セミナーに来た人も契約しないしってことが起きてくるんですよ。まあ、ですからコピーライティング、セールス、マーケティング、ランディングページ、プロダクトローンチ、いろんな手法を使って最も売れる形に商品をプロデュースしていくわけなんですよね。口コミビジネスもそうですよね。いい話があるからちょっと今度会わないとか言って、え、何なのそれ、どういうビジネスなのって聞いても教えてくれないですよね。でそれ電話口で教えちゃうと、あの面談した時に、プレゼンした時に効果がなくなるか、もしくは面談そのものを断られるからなんですよ。だから最も熱い時にさあサインしてって言わないといけない。これがビジネス、これが販売力ですからね。心の隙間といっては大げさなんですけども、心に隙間を作るために、いろんなですね、人の感情を動かして、感情が動いたところに契約っていう風に出していくわけなんですよ。ですからもう一回言います、最後です。商品力、媒体力、販売力、一直線に乗せて、さあもう最後の1週間はどんどん攻めていってください。もちろん毎日課題を出さないわけではありません。毎日課題を出していきます。ですので、そちらの方もご覧いただきながら、皆さんのですね、この30日をもう最高のパフォーマンスで終わっていってもらいたいと思います。それでは頑張ってください。ありがとうございました。